つも一人きりで帰る君、隣が空いてるならいさせて、用もないのに急になんで、だって少し話くらいさせて、少し近くで顔を見せて、絡まった時間をほどいて、からかうつもりならいやだよ、その笑顔に嘘はないの、答えはもうわかるはず。君の声を聞かせて、君の瞳にさ、笑ってみせて、だって無邪気な君はずるいよ、そんなこと、こっちが照れくさくなるほど重なった時間が甘くて、ねえ子供みたいにあしらわないで、本当の声を聞かせて、受け止めてくれるのなら、君の声を聞かせて、瞳にさせて、ずっと変わらないままで、笑って拗ねた顔も君だけ、抜けられたらそれはきっとどんな映画よりもドラマチックなワンシーン、少し遠くを見た君が綺麗で、yeah.